よぴチャンネル、おうちドラッグメイクチャンネル、よぴチャンネルにようこそ。よぴちゃんです。今日のテーマはこんな感じ。コンセプトはヘビーラブ、重たい愛がテーマ。ではメイクスタート。 OK、 じゃあ大きな愛を書いていきます。まずは今回のポイント。大きなハートをね、顔面に書いていきます。あなたのために。怖い。今回のコンセプトヘビーラブ、こんな感じで進めていきます。今塗ってるピンク色はウィッシュとかで売ってる安いフェイスペイント用の絵の具と白いスティックファンデーションを混ぜて作ったピンク色になります。バレンタインが来るけど、個人的には能天気に愛を伝えられちゃう女よりもどんよりとさまよっちゃう系の女子に惹かれます。ヨピです。ガッピース。私の気持ち大きいでしょう。それじゃあ眉毛を描いていきます。今回の眉毛はね、アイシャドウを使ってこのハートのシルエットに向かってふわっと消えていく、なんていうかな、残りが匂い、おいみみたいな眉毛を描いていきます。眉のおいみ。はい、まあ、つまりは眉の下のラインをしっかり強調するために、普段眉が乗るあたりにアイシャドウで色をググッと落としたエリアを作りたいって、そう言いたいんだと思います。続いてタルト姉さん、姉さんのお力を借りて眉の下のラインをきれいにきれいに整えつつ、アイシャドウが乗る範囲全体にベースを乗せていきます。広がりすぎないように丁寧にぼかしてください。じゃあ続いてアイシャドウをのせていきます。ベースのっけてね、結構下のハートに使ったピンク消えてしまってるけど、アイシャドウでしっかりピンクを足すから大丈夫。あなたへの愛も消えはしないから大丈夫。愛情ってね、そうやすやすと消えてくれないから厄介なのよ。まずはジョーブレーカーパレットの中のラスプベリーという濃いピンク色でカトクリスラインと目尻全体にしっかりと影を落とします。次にバブルガムという薄いピンク色を眉骨の中腹からカットクリスラインくらいまでの範囲にのせていきます。しっかりとたっぷりと丁寧にのせてね。そうしたらラスプベリーとバブルガムのちょうど中間くらいの色チェリーウェットを使って綺麗にトランジションをします。そしてそのまま同じ色で鼻のコントゥアもしてしまいます。最後に眉骨全体を Good morning でワントーン明るくすることで立体感を強調しておきます。綺麗なピンク。上まぶたにピンク色の深い愛のお堀ができました。愛のお堀って何？じゃあ下まぶたっていうかね、ほっぺた全体を同じアイシャドウを使って陰影をつけていきます。アイシャドウのっけてからね、目頭と粘膜白く塗ろうとするとね難しいので、先にしっかりと白のせときます。上まぶたとね使う色は一緒。まずは上まぶたのトランジションで使ったチェリーウェット
下まぶたから目頭までの広い範囲にしっかりとのせて、同じ色でそのままほっぺたのコントゥアしていきます。続いてより粘膜に近い際の部分にラスプベリーでしっかりと目の輪郭と頬骨の一番濃い部分の影色を強調しておきます。下まぶたのアイシャドウのパートだったんだけどね、ハートの下の尖った部分に全然ディテールなくて気持ち悪いなって感じたので、ここにも少しの影を落としています。バブルガムで綺麗にブレンドして影色をしっかりと動かしておきます。ピンク綺麗、うん、まるであなたに捧げるデリケートゾーン。浸るな浸るな。じゃあカットクリスもガン決めしていきます。クレオパトラの時みたいにね、リップグロスでカットクリス描きたいから、先にカットクリスの形にメイクをオフしてメイクを消しておきます。あなたへの愛は消えないから安心して。怖い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 、あーやだやだ。じゃあね、しっかりとリムバ使ってカットクリースの形にメイクをオフしていきます。リップでカットクリース描くって堂々と言ったけど、前言撤回、タルトで描きました。姉さんありがとう。いやね、シャドウが結構ピンクでさ、ピンクのリップ飲み込んじゃうかなと思ったからたっぷりしちゃった。じゃあこのカットクリスの中をキラキラのピンクで染めていきます。このパレットといえばこの色が、キャンディって名前のキラキラキラでブリブリブリのピンク、カットクリス全体にのせていきます。そうしたらカットクリスの目尻をチェリーウェットとラスプベリー、あーもうややこしいわ、一番濃いピンクとその次に濃いピンクでしっかりぼかします。最後に目頭だけキラキラ入りのピンクで立体感を出します。かわいい。ご会長、いけないいけない、いっちゃうとこだった、危ない危ない。じゃあアイラインいっちゃいます。まずは目頭の白目を尖らせます。なんでも人間のデリケートゾーンってピンク色じゃない？だからピンクを見ると自然と少しエッチなものをね、連想したり注目しちゃうっていう説があるとかないとか。アイライン引いていきます。目頭はおなじみメイベリンのハイパーシャープライナーね。目頭とか涙腺のこの水気の多いエリアはね、ウォータープルーフに限ります。これはね、しかもね、すごい細い線もガリッと描けるから超おすすめ。今回も大活躍、ペンテルの筆ペン。今回のメイクなんかはね、土台がピンクで薄い色だから黒いアイライン丸見えなんだよね。だからライン取り嘘がつけないからめちゃめちゃ緊張したの、大変だった。今度はアイシャドウを使って下まぶたのね、目の周りを黒く囲うことで目力マシマシ、背脂マシマシ、野菜もマシマシ。最後に黒をラスプベリーを使って綺麗にトランジションをしたら下まぶたの完成。美しい。あなたへのアイメイクがだいぶ仕上がっちゃった。受け取ってくれるよね。リップ塗ります。リップは少し変わった形、濃い赤のリップグロスでリップのアウトラインを取っていきます。実は結構緊張するリップ、
今回は口角よりも少し内側のおちょぼ口表現してみました。リップのね、中身は綺麗なピンク入れていきます。ここまで見ていただいて楽しいなと思っていただけたら、チャンネル登録、いいね、高評価、ポチッと押していただけるととっても嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。励みになります。カットクリースでものせたキャンディを使ってリップをブリブリのプリプリのキュピキュピのキュピキュピのピンクに変えていきます。これもね、目頭にのせたキラキラのピンクリップを立体的に仕上げました。はぁ、綺麗わ。じゃあ仕上げていきます。ハイライトでハートもプルプルでプルプルでツヤツヤに描いていきます。個人的に濡れ感のあるハイライト大好き。はい、くるくるっと引く。どうしてハイライトをするとこんなに鼻がチョモランマみたいになっちゃうのか、不思議だね。じゃあ顔にラインストーンパラダイス食い広げちゃいます。そして最後にね、このハートをあなたに送るために綺麗にラッピングをします。さっきの左右からバシッて閉じて切り替えるやつ、シュールで好きだったわ。そうこうしているうちに重たい重たい愛のハート出来上がっていきました。最後までごゆっくりとお楽しみください。後付け音声のよぴちゃんでした。どうかしら。Rainy blue も終わったはずなのに、 Rainy blue なぜ追いかけるの、 あなたの幻消すよ。私も今日はそっと雨。受け取って。